2に上がらないといけないので、もしかしたら名波監督の本当にやりたいサッカーじゃないかもしれないと、そんな風にも話していました。さあ両チームの選手たちがピッチ上に頭を越えて、さあ右のハイサイド、横山がボールを持つ、中へカットイン、クロスを入れていく、左足食らった、隅田でした。いいクロスも入ってきました。ここを左足で合わせていった隅田です。さあ私繋いでいって横山、カットイン打った、しかしここはキーパー正面、ここは富山、さあここに横山が追いついた、さあ横山行く、オウムが対応していますが、シュート、枠のわずか右でした。その向こうにはオウム、ショートコーナー使ってくる横山、自分に突破していくか、中へ、今度シュート、自分で狙っていきました、ナイスキーパー。セットプレーの流れから富山、中へクロスを送っていったでしょうか、ここは弾き返されます。さあ横山シュート、キーパー弾いた、横山の先ほどのシュートし、さあ一見が前へ動き出す、ファーサイドオーブ、頭落とし混戦、ここはなんとか防ぎ、浮かせたボール、ここはおっと高橋倒れるがホイッスルない、さあボックス侵入、キーパーと1対1、ここはなんとか防ぎ、福井がルカオに当てていく、さあここは2人に挟まれますがボールは失っていない、マイナス、シュート、ナイスキーパー、富山の突っ込みでした。今のシーンです、ルカオが引っ張られながらもボールを失わずマイナス方向、さあ中へ差し込んだ、そして左サイド北村の低いクロス、中高橋というところでしたが、ここは手前で対応していきます、橋内です、シュート、ここはキーパー正面で、さあ榎本とルカオでコーナーでキープ、長い笛が鳴りました、タイムアップです、1対0、松本が勝利しました。